私は以前にゲティスバーグ戦場の神殿写真っていうのをとても数多く紹介しているんですが、今回のですね、南北戦争のゲティスバーグのものなんですけれども、これはですね、兵士ではなく子供と犬の幽霊が現れたものなんです。写真の黒い丸の部分を見てください。左側にはですね、足がない男の子の幽霊が写っているんです。そして右側の丸の中には犬の頭が浮かんでいるんですね。とても怖い写真なんですね。この犬は男の子の愛犬なのかもしれませんが、なぜ南北戦争の戦場跡地に揃って出てきているのでしょうか。ゲティスバーグは今や多くの霊体を呼び寄せているのかもしれません。この写真は女の子が公園で遊んでいる様子を撮影したごく普通の写真なんですね。アスレチック遊具のそばにかがみ込んでいるんですけれども、その前方にですね、髪が長い女の幽霊が現れています。しかも逆さまなんですね。女の子がこのような動作をしたということは、この幽霊、霊体が見えていなくても何か変な感じがしたので、それに気がついたからかもしれませんね。はい、またしても体の一部が消えてしまっている心霊写真なんですね。この場合、先祖からの警告というパターンが多いようなんですけれども、一部ではですね、ちょうど幽霊、霊体が通り過ぎている時にシャッターをされたとか、撮影されると体の一部が消えると言われているんですね。この写真は旅館で撮影されていますので、この部屋にいる幽霊の仕業ではないでしょうか。この写真はですね、カップルが電車の中で撮影したものなんです。よく見てください。後ろはですね、電車の窓なんですけれども、女性の頭の上に手が乗っている、手が現れているんですね。男性も女性も自分の手は前に出していますから、彼らのものではありません。おそらく線路を徘徊している幽霊が現れた瞬間だと思います。どうして頭を触っているのかは不明なんですけれども、頭付近に現れる心霊写真は脅威を試みようとしているという説があります。この写真はですね、幽霊が頻繁に出ることで知られているニコルソンマンション、このマンションを別の場所に移動する際に撮影をした写真なんですね。いわく付きのマンションとか家屋を改築、移築、または解体するときに幽霊が現れるという話はよく聞きますね。以前、麻薬王の豪邸が爆破されるときに、その麻薬王の幽霊がですね、一瞬現れるという動画を私がここで紹介しました。この写真の窓の部分を見てください。少女の幽霊が現れているんですね。不安を感じているのでしょう。窓の外を見ています、はい、そして次の写真もまた引っ越し前に撮影されたものなんですが、建物全体にですね、霊体の一部が荒れ狂っている様子が映っています。長年住み着いている場所が荒らされると、幽霊は気持ちを乱されるのかもしれませんね。はい、これはですね、背筋が凍るようなとても怖い心霊写真なんです。執務室にいるケネディ大統領と机の下にいる息子のジョン・ケネディ・ジュニアを撮影したものなんですね。しかしこのほろぼろとした写真は実は心霊写真だったんです。大統領の左側の窓を見てください。窓の外から男の霊体が大統領を見ているのがわかりますね。しかもその霊体というのは1体だけではないんです。右側にも男の幽霊がカメラ目線でこちらを見つめているんですね。
好奇心旺盛な幽霊が大統領を覗き込んでいるのでしょうか。私にはですね、これは大統領の暗殺の前触れを象徴するような心霊写真に思えるんですね。